バンテリンドーム名古屋からお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。バッターボックスは5番阿部。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも一打勝ち越しのチャンスです。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。さあ2球目は何か、切りました、ファウルボール、ノーボール2ストライクです。ストレート打っていった、ドラゴンズ勝ち越しました。4対2さあリードしました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね、よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。皆様、本日は最後までご観戦、ご声援いただきまして、誠にありがとうございました。お忘れ物などございます。